というわけで今週の純情学園男組は、涙の豪華卒業旅行か不名誉な退学か、男の意地とメンツをかけたボーリング大会に挑みます。男組特別ルールのボーリングを見事クリアし、晴れて卒業することができるのか。題して涙の卒業ボーリング、卒業記念男組ぴったりボーリング。ボーリング大会に臨むにあたって、お揃いのユニフォームとマイボール、マイシューズが卒業の記念品として男組全員にプレゼントされました。それでは男組が挑戦するぴったりボーリングのルールを説明しましょう。1人1フレーム、10人で1ゲームをプレイし、その得点が最初に指定した目標点ぴったりになれば、とっても豪華な卒業旅行を獲得することができます。行き先はこちら、豪華客船で行く世界一周の旅。そしてですね、250点ならぴったりで、はい、何なんでしょう。ヨーロッパ一周15日間、ちょうどええわ。200点ならこちら、ラスベガス、これええわ。ギャンブルツアー、これええわ。これええわ。いいと思ってるのは僕の今だったら確かに。あとお金になるから問題は。150点なら北海道グルメ、これもめっちゃいいじゃないですか。全員でぴったり100点なら伊勢志摩1泊2日の旅。結構いいっすよそれも。最低でもまあこの100、150を行きましょう全員で。はい、というわけでぴったりボーリングスタート。第1フレームは学級委員長の今田くん。このゲームの目標はぴったり200点。あ、しまった。あ、かわいいね、かわいいね、かわいいね。倒せよ、真ん中で。第2フレームはスポーツ万能の太田くん。おうまいまい、マジだ、おうまいまい。よっしゃよっしゃ、あった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 、うまい。リストラサラリーマンの長谷川くんも頑張ります。よっしゃ。長谷川くんなかなかの腕前。しかしここで難波くんが、嘘つけよ。ほんまですって。早いかも投げれない。そして田中くんも、あすごいな。しゃぶしゃぶ、もう少し力つこう。瀬尾は気を取り直して元相撲取りの瀬尾くんの番です。おっ、もうなんやお前の、お前、お前何人と何人やねお前。変わった負け方やな。ここで瀬尾くんのフォームをもう一度ご覧ください。なんと右手と右足が同時に前へ出ています。今回はこれ、こんなもんもう OL や。最後は男組最年長、森全開くん。マジですごいな。おお、荒々しいフォームでしたが見事ストライク。続いてもう一投。うまいな、うまい、うまい。これもストライク。すごい、すごい。しかし結果は残念ながら目標200点には全く及びませんでした。だから108やからこれより上なんですよ、ね、あ、今伊勢志摩行けたんか。いや、だから200って言ってたから無理ですけど、次から100にするのか150にするのか。あ、もう100でいいよ。100、あ、150でしょうか。せめてやっぱり北海道行きましょうよ。ね、はい、ね、行きましょう。次の目標はぴったり150点。北海道旅行を目指して3ゲームを行ったのですが、結果はご覧の通り、あと一歩及ばず。ね、やっぱりね、問題があります。はい、3人が悪い。しゃぶしゃぶ田中、じゃあしゃぶしゃぶ難波今田さん、はい、で、あの、実はですね、番組で、あの、一応プロを用意したんで、はい、ちょっとミニレッスンをここで、はい、あ、はいはい、ちょっと教えてください。お願いします。あの、お名前は先段プロ。いいですか皆さん、はい、昨年の全日本プロボウリング選手権のチャンピオンですよ。おお、かなりちょっとひどいでしょ。そうですね、最後に力はまず抜けますね、彼は。難波は最後に力が抜ける、はい、で、反対に力を入れすぎなので、ね、入れすぎる。彼は今度は大股であるって後ろから行きすぎですね。大股である、はい、後ろから行きすぎ、はい、ちょっとボーンのチェックお願いしますけど、はい、で、一応ね、基本なのは4歩で教えて、ね、いつもレッスンというのは4歩でフィニッシュ、はい、これがプロ視点がパーダインです。はい、それを背中にして、これを背中にして、はい、で、
皆さん右利きですから、右利きやから右足から、まず右足から、はい、ちょっと歩く時よりも大股でまず重力を1、2、3、4、これでもう投げてるんですね。 でこれで今度ちょっとねスライドするんですね、はい、最後に勢いで、はい、その分だけ半歩ぐらい前で、でそこでほんまこっからや俺、はい、大体これですね。で構え方はとりあえず腰からこの肩の間にボール、腰から肩の間にボール、はい、こっち、そうです、真ん中にかんでいいんですよね、はい、真ん中だとこうなんですよ、まっすぐだったわけですね、この位置で、はい、でこれで1歩目なんですね、1歩目、はい、プッシュアウェイでダウンスイングで2歩目なんですね、でバックスイングで3歩目で最後でゴッツ伸びますね、ゴッツ最後伸びますよ、できたできた、怖いな、はい、プロの教え通りに投げられるか、まずは今田くん、ああ全然違う続いては田中くん、こちらもダメ、そして南波くんは反対ですね、足がいいからスタートで、いいから4歩、ね、そのまま動かさない、この時に肘を伸ばす感じでね、さっき立った位置、あのね、そこから卒業旅行をかけて一ゲームぴったり150点のボーリングに挑戦中の男組、ああ戻った、足を引っ張っているのは田中くん、難波くん、今田くんのダメトリオ、プロボーラーの優しく丁寧な指導にもかかわらず成績は今一つ上がりません、もうちょっと力入れた方がいいな、ストライクと練習してくださいよ、それで結局この点数、ほんだなストライク狙ってるからあかんねん、ほう狙わんと真ん中だけ狙え、真ん中のピンだけストライクを狙うな、わかるか、ストライク狙わずに真ん中のピンを狙え、よっしゃ、それでいけ、分かったお兄ちゃん待て待て、いや俺が俺に任せてくれ、斬新な、まず第一投目プロ第1投目150取りにかかるから、お前当たり前やプロや、絶対100の方がええ、プロ一発目、とりあえずこれ150挑戦してもう無理やったら次から100でいいですね、まあ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 、まあ、俺にはもう見えてきとんねん、北海道の大地が見えてきとんねん、あんまり時間もないし、あと何分、1時間ぐらい、50分大丈夫、まだ150狙える、プロ、はい、絶対にストライク、切ったこのゲーム、しかし結局105点で終了、いいですか皆さん、ここで一応発表がございまして、制限時間以内にその、まあ、100点であったり150とかできない場合は一応、まあ、今日で卒業なんですけれども退学処分ということで皆さんは卒業証書なし、なし、卒業証書もないしアルバムもない、思い出何もありません、退学、よく考えて制限時間以内にできること、私も制限時間以内にね100点できればめでたく全員で卒業で卒業旅行で伊勢志摩ですよ、もう一回150行かせてくれ、絶対いける、制限時間以内にできなかったらどっかでな退学ですよ、どっかでガッとこう来る時があんねん、つまりクビですよ全員クビってことで、うるさい、あかん、それでいいんじゃない、え仮面、ああ退学にしてもらおう、君はやけどこいつの気持ちもらったってや、ガメガメ、あのシャツもみんな返せよ帰るとき、はい、もしもし、退学の退学も全員返してもらおうから、100で行きましょう、ガガガ100でお願いします、お前ら弱いな、ペイさんも全員返してもらおうから、150や、最後だけ文句言うな、じゃあそれはもうお前らな全員で話し合え、150 100 ガンしょうもない100なんか誰でも出せるよし、おんだ今田さん、いかないですね、今田さん、何もでも出れんのに、ね、あの、大役になれへんねん、ねえ僕ら今日で終わりなんですよ、おだ理事長の息子やから、もうおだ超坊ちゃんやから、大役割れへんねん、ただ、庶民の君たちはもう大役やもう一回だけ150とりあえず大丈夫や、ガーシャリ、こんなん見えた、いいですね、制限時間以内にできなければ
大学勝負ですから全員なんとあと40分全部返してもらいますからね。急ぎましょう。もう思い出しゃべんでももうキングですからね。ほんでお前家で撮ったこの番組のビデオも全部消すからな、はい、そうだよそれはええでしょ。出てた痕跡全部消すからな。うわ、それであえて150でいいんですね。もちろん。わかりました。北海道いかずして何や伊勢なんか、はい、あんか小田、はい、来てよ。レベル高いところで狙おう。ゆっくりね、真ん中狙っていけ。真ん中。俺はそう思うね。俺はみんな伊勢じゃないね。わ、なんかだ。あかん。ほらちょっとずれてんな。鳥羽水族館、鳥羽水族館行きましょう。水族館いいっすよね。ラッコ見ましょう。ラッコ見とけ。いやもうみんなは鳥羽水族館行こうか。伊勢島で楽しいな。あかん。思い出いっぱい。伊勢は伊勢で楽しいけど北海道の方が楽しい。やけよっしゃ、ええぞ。あらー、これは弾みがいるぞ。大丈夫や。ここはちょっと待って、難しいぞ。おい、やるぞ。はい、さっきの目を挽回してこい。お前がここでストライク取ってたらだいぶちゃう。はい、取れよストライク。あかん、レアドライ。じゃあお前はちょっと聞いていいですか。どっちが先生や。おぼっちゃん、おぼっちゃん校内暴力や。ダバヤスだ。集中せんピンに。ほんまに。そう、置いていけ。あー、救急か。これキャンデー伊勢島の方が楽しいか。18か。森ちょっとストライク頼む。近いしね。彼はあのスターにごっつ憧れてんねん。スター憧れ。頼むぞひぞっこ。俺のひぞっこ。よし森さん、ムード上げて。よし、ここで残り40分。キャンド上げて残り40分。おっ、これいい。よっしゃ、急登ったか。これ100円でええペースやな。